写真とかで出てくるのはですね、前の前のなんですよ。一番最初のやつなんですよ、実は。うん、あの、写真をね、一番最初に撮ってもらったのが、写りがいいもんだから。あのね、店舗までの地図かな。今、パチッと撮るこれ。飛ばんよ。この、飛ばないってのはどういうこと？飛ばないってどういうこと？こういう方、あれ今みたいになんか、飛びたがらないと、ゴロゴロ。まだ、何、いよいよ整ってないってことですか？あの、ちょっとほら、ほら。あ、なんで飛ばないんでしょう。カチカチ。時々あるんですよ、これ、こんな風な。なんか作業してる途中で、こう、行ってくれないとき、こうやって。うん、あのほら、これちょっと見にくいですけど、あ、この写真で見にくいな、ちょっと待って、ちょっと待ってくださいね。ね、ここじゃなくって、ここじゃなくって、ここの方が見やすい。ほら、ここわざわざ開く必要ないんだけど、もう鎧待たせると思いません。はい、わかりました。おーい、追加になります。そうですね、ちょっとこれ。ほら。あ、これはい。あ、これはい。うん、これ、すごい考えてますもん。あのね。一番最初こうだったんですよ。はい。そしたら、こんなことになってるから、で、しかも、こうもりもりですよ。ね、まだね。うんうんうん、で、ここが、こう、要するに、変に止めちゃうから、ここに当たりよったわけ。だけど、ここ、はい、この、これがボロボロになったから、それで、うん。あ、確かにそうなってましたね。うん、で、それでですね、こうなって、これだけ初期ね、うんうん。それで、あら、ちょ。そう。で、次にしてもらったのが、こういう風にしてもらって、うん、ここがモリモリだったんで、これモリ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 って。それをこれ、こういうのみたいにします。うん、だけど一応これだったら、ここのとこ忘れるのもりもりもりっていうのは、こうもりもりってなってました、ね。それがこう、一応これで来れたらスーッと止められるからですね。うんうんうん、結構斜めになってましたもんね。もうで、この中でこんなもり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 って、うん。で、あの仕事の方が、結局、業者としては、手がかからないかららしいですよ。もうちょっとしてみればちょっとね。うん、これだったらもうスーッと入れる、うん。これならあれだな。だから、あの、目の前にまで止められるお客様っていうのは急いである、もしくは重たい荷物だからね、ここからすぐこう下ろしたい方とか、やっぱこんな風に納得感度ですね。自分たちが止めた時超加減なるもんやから、ちょっとと思ってですね。で、一応この段までギリギリなんですよ。もうちょっと本当はつけたいとこですけど、そうするともう止められないから、もうその、こっち、店の、車も止めやすいし、お客様も。で、これ、わざと色が一緒のものがなかったから、ちょっと似たような色にしましたんだけど、かえってね、違う色にしとった方が、ほら、段がもう一度あるっての思い出してもらえるからですね。だから、かえって、ちょっと、色合いを変えてもらって、かえってよかったなと思うんです、ね。一緒だとほら、パッと見たとき、段があったこと忘れてね、つまずくたりするでしょ。だけど、こう、逆に、上がるときはいいんですけど、降りるときにちょっと、変えて、お変えならに気をつけないといけないかなと。で、これだと、同化したら、なんかスロープみたいなのを簡易的にパッと取り付けようと思っても、これだとなんかできるんですよね。もしどうしても、こう、今後考えないかんとこういうときですね。こっち側だったら、ちょっと、うん、なんか一応平たくなったら、考えられることができる。ただ、うん、車がよく止まると、ここのあれが割れますよ。ああ、なるほどですね。うん、そうですか。え、でも、これが、加減、壊れる？割れます。あの、ちょうどここ、あれだったら、タイヤがここ乗るはずなんですよ、この辺に。うん、よく割れてるやつがあるじゃないですか。両方そうなん見たくないですか、うん、結構割れるのはあります。そうです。真ん中ポキンと割る。だから、よくあるものは、あの、鉄板を、はいはい、ここに、だから、こう引き直してあるんですよ。でもこれはね、ここは調動なので、うんうんね、自分で勝手にやっていいんですか？知りません。わかりません。でも割れる前に、車型をたくさん止められる可能性が高いんで、うん、あの割れる前にあの対処できますかとかね。相談して。
で、さっきからあの車言ってやったでしょ、うん、違法駐車っていうか、あれですね、動かしたらダメなんですよ、実は。あの前の会社で、あの駐車場、入り口のところにポンと止まったんですよ。で、それに対して、あの、警察なんかに引き取ってくれる、ダメ。私有地だから、あの、ダメだと。あ、いや違う、あれね。一応、そこの、場所をちゃんと借りてらっしゃって、自動引き落としもありよー人なんですよ。だけど、もうボロボロだから、あの、目の前、俺、わかる、あれ、もう揺れみたいじゃないですか。なんか、あんなのあるとほら、なんか、変な人が寄ってくる要因になるから、あれ、なんとかならんもんですかね、っていう話を、ちょっと一応しただけです。だから、ああいうタイプ、あの、うん、車じゃなくて、そういう止められた時に、の対処は、何もできないです。あ、そうですか。で、止められたら、その、相手に、あの、取ってもらうしかないんです。で、行方不明になったりして、連絡を取れないとか言ったら、ダメなんですよ。で、例えば傷つけたとか言ったら、損害なんです。へぇ。警察から散々言われました。だからそれで2ヶ月ぐらい警察通いました。へぇ。で、もう、堪忍袋が切れて、あの、会社の、あの、リフトで、うわーってあげて、で、裏の方まで持って行って、そのどんどん、口にしてしまいました。だからもう、全然ダメでした。警察も相手にならないし、で、相手先分かったんですけど、相手先の本人が行方不明なんですよ。で、じいさんばあさんがいたんで、言ったんだけど、感動してるから分からん。なんですか。で、中に、いっぱい荷物あるから、いや事故かなんかであって、あの、したらいかんから、警察に開けてくれって言ったら、開けれません。でもなんかね、あの、まだ、まあ、駐車場のね、いわゆる引き落としがずっと続きようもんだから、うん、まあ一応そういうことなんでしょうけど、でも見た目が悪いんですよ、あれ。だからですね、あれも、例えば、契約してなくて、置いてあったとするらしいですよね。勝手に持ち出せないんですよ。へぇ。だけ昔はそんなんだねですよね。あの、一時ほら、借りた人がリモコンで下ろして入って、リモコンで売るって言うけど、不便になったもんやけ、今もう下ろしっぱなしになったから、逆に今、誰でも止めれるんですよね、今のね、中だってね。ちゃんとね、する人ばっかりだったら、あ、でもいかん。私も勝手に今止めさせてもらっとるようだなと、契約に行ってきます。ちょっと。じゃあ、ありがとうございました。これ、一応私の用事はこれで済みました。ホームページなんですけど。あ、はいはいはい。ああ、どうしよう。進んでないよ、まだ。いやいや、ある程度出来上がってるんですけど、はい、あの、あれなんで、ワードプレスなんで、はいはいはい、見せていただく、あの、見せてあげるっていうことがなかなかできないんですよ。あの、要は、セッティングするんですけど、うん、データベースにセッティングするから、うん、後ろはですね、私のホームページに上げときます。はい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 、はい。そしてこれで見てください、うん。そうですね。だから、一応メールで届けていただければ、うん、届けますんで、うん、でそれで、あ、うちのメール分かってありますよね。あの、私の、分かりました。うん、ですね。あの、携帯でもいいですか。何でも連絡。ただ待って、携帯で見ると、携帯のホームページはあるでしょ、あのままでしょ。あ、いや、はい、だから、携帯のホームページはそうなんですけど、うん、私の、あのホームページに、春町さんのやつを載っけるんで。うん、あ、それをスマートフォンでも見れますもんね。うん、そうです。わ、うん、かりました。でも、やっぱこっちで見ないとわからないんで、うん、こっちです。いや、だからこっちでもそのアドレス入れればわかるんで。じゃあ、わかりました。あの、じゃあ、それは、そういうふうにしましょう。で、どういう具合に変えた方がいいとか、いうのがあったらですね。はいはい、じゃあ、送っていただいた時点で、うん、私も Facebook がいいですね。Facebook のメッセージのところに送ってますので、チェックお願いしますみたいな形で入れていただいておけば、はいはい、でないと、ただメールだけ送っていただいても、うん、メールチェックなかなかしないからです、私。ひどいで。私のやつもですね、いくつか入れてることは入れてるんですよ、実は。あの、で、ただ、あの、全面的にしょっちゅう変えてるから、前のやつ残ったままになってるんで、今のこのホームページでもいいホームページだねって言いちゃう人がいるから、あ、そうですか、ありがとうございます。はい、すいません。定価はそれぐらいなんですけど、安いところだと、
いいホームページだねって言いちゃったけど、いや、いいホームページじゃねえじゃなくて、なかなかユニークなホームページだねって言いちゃうなら、相当見ちゃったなって感じだけど、とか、なかなか、あんな、こんね、だってこんなのつけてですよ。こんなのつけて、こんなことしてほしいって、まあ、めったにないですもんね。だって、いいホームページじゃねっていうのは平凡な感想ですね。ちょっとこの辺は、まあ、こんな感じのホームページをいじっていきますよとか、いうやつ、これはまだ全然違うんですけど。でも今、写真がこんな風な感じっていうのが今トレンドですね。まあそうですね。そうですね。だって今これもそうですもん。ほら、Facebook の、ほら、これ。これも今ね、こうですよ。こうやって出てくるでしょ。だからこれがね、今、うん、ほら、この、ね。そうそう。これいいですもんね、この紙芝居みたいな。今、私のやつは、こう。一番最初は春町のロゴがあるでしょ、はい、で、外観はずっと、この間撮った、春町駅とかが入って途中3枚か4枚あって、それから、虎の子が出てきて、はい、今度商品が開いてる、はい、中の写真をこうやってタダタダダーって並べて、中要は、で、10枚。外からこう入ってくるって感じの。動線みたいなのが目に映ってる感じですね。で、その中でも、やはりこっちの方が、七部分と、氷部分とに、こうやって二つに、こう、ちゃんと順番に分けて。だから、文章読まなくても、紙芝居のようにして、こうして見れる。自分で流れます。自分でこう動きますから、だいたい3秒ずつぐらいで動くようにしてます。なんだっけ、スライドショーになってるわけですね。了解です。はい。ワードプレスにするとですね、なかなかほら、こうやってポポポポ、普通見せるような格好にならないんですよ。でも、ある程度出来上がって、どうですかっていうぐらい、途中途中でなかなかできないもん。そして、なおかつ、後からここのとこ修正してくださいと何のことあるから、まぁ、ちょっと作業があれですね。うん。で、ワードプレスの場合、本当に、やり方がすごい面倒くさい。だから、ここにですね、この間買ってましたから、ホームページビルダー、はい、新しいの買ってるんで、あれ入れてるんですよ。で、それだったら中こうやっていじれるんですよ。私も同じものあるんで。だから、普通の、こういうやつを、よくやるようにですね。私、でも、ブログレベルの更新じゃないとできないからですね。で、その辺で、どうやったら、ほら、私、Facebook ページとか、ブログだったら、ほら、あえてバンバンできるじゃないですか。はい、レベルにしてもらわんと、私だって今のあっち側でさえ四角してますもん、なんだっけ、あらり変わったじゃないですか。はいはい。私がいじったら、壊れちゃう。だから、なくなってしまうから、私が、平日出勤と、島崎が平日休みで、私だけとか言うときは、なるべく小石さんが午前中にいるようになってますよ。私が金庫。だから、まあ、その時には、ちょっと私の方にポッとしてくれると、そこ、でも、慣れるように頑張ります。いや、壊してしまったから大変なんで。そう、壊さないようにはしておきます。じゃあ、それがそれですね。はい。で、向こうのやつが大体このくらいの値段。はい。で、これ、ネットで買って、まあ、この辺、ちゃんとしたお店で買えば、ヨドバシでも、この値段だから、じゃあ、これ、ここから買うこともだからできます。じゃあ、あれ何それ、ヨドバシの方がいいんですか そんなに極端に値段変わらないから、この辺、いいトレンドでもう大丈夫ですね。無料、送料無料がいいですね。送料無料、この辺は。はい、ヨドバシは、翌日ぐらい来ます。税込み。これ、じゃあ、ビッグカメラもほとんど同じ値段。どっちがいいと思うか。送料はない方がいいですね、ちょっと大きいですけどね。あれ、さっきのやつか。あれ薄いやつだったから、これはちょっと幅広になります。多分これでいいと思いますんで、これちょっと、あれにしときます。お気に入りに入れてみましょうかね。はい。これどっちだったっけ？こっちにいるとこなくちゃ。あ、井口さんすいません、作業中だったんでしょ？
大丈夫ですか？うちの、店の前の LED 電球、看板にこう当たるよう LED 電球があるでしょ、うん、あれがですね、なんか、雨の具合かなんか知らないですけど、なんかあったら2つぐらい ついてなくって、で、昨日は1個ついてて1個ついてない、全部で4つあるうちの、ついてる時とついてない時があるんですよ。で、2個ついてないから、あらーと思ってたら、昨日の夜は、一個だけついてない状態だったんです。うん。それと、あと、全部そこも夜電気が消えてしまって、入り口だけをこう照らしてる、ありますよね。防犯カメラがついてる分のところ。あれもですね、なんか、月おらんごと秋のするとですよね。はい。だけその LED 電球のなんかこう、なんだっけ、外防水が効いてますって言っても効いてない、効かないですもんねとかいうことなんかちらっとなんか誰かが言ってて、あ、そうなのかなと思ってたんですけど、なんかあるんですかね、そんな。今日の夜もじゃあちょっと見ときます。はい。はい、すいません。なんかちょっとね、昨日の時点では、左から2番目がついてなかったんです。うん。でももしかしたら今日乾いたらつくのかな。なんか雨の関係かなと思ったりしてるんですけど。はい、飛んでないです。で、もし飛んどったら全部つかないですもん。うん。1個だけだからですね。はい。ちょっと一応今日もう一遍見ておきます。はい。よろしくお願いします。あっち側は夜ついてないかどうかわからんちゃうな、ね、もっと遅く見られないからちゃうね。終電が終わってからやけ。ね。よく考えちゃう。なんていうかな。看板の電球はほら、この間2つついて、夜1個ついてなかったね。で、もう1つじゃなくて、こう、防犯カメラがついたところの1個こう、あれは本当真夜中に作っちゃう。あれが月夜なことは分からんった。月夜なんて勝手に言ってしまった。確かめてないもん。その時間におらんけん、ここに。この辺のですね、全部 UPS なんですけど、はい、これは大体機体寿命が全て大体4年なんですよ。はい。2008年ですからね。はい。2012年。うん、2年。まあ、だからちょうど今変えて、ちょうどいっぱいです。2012年、うん、で、ここがしょっちゅう停電が起こってるような感じだったら、もっと早くダメになるんですよ。4年じゃないんですよ。2年とか3年でダメになるけど、ほとんど停電が起こってないようだったら、4年は大体持ちます。この間、あそこの大きな建物のとこに雷が落ちて、うん、周りはなんか、こんなもん、電話も全部変えないといけない状態だったらしいんですけど、うちは何もなかったんですよ。結構ですね、パソコンもその時行かれてるはずですよ。うん、みたい。うん。LAN ケーブルから入ってくるんです。ねえ。それは電源落としとけば大丈夫なの？関係ないんですか？恐ろしい！じゃもし。で、このハードディスクが壊れるんじゃなくて、うん、インターネットの接続の部分が大体やられますんで。じゃあもしね、はい、そんな時ね、うん、その飛来信の、うん、飛来信に落ちた件って言って、そこの人と、その人に、あなたのせいでっていうわけいかないでしょ？それは自然災害。うん、で、まずパソコンとかなんとかっていうのは、これを大体置いとくんですよ。うん、で、飛来信じゃないんですけど、うん、結局は、電流、過電流がボーンと来るんで、それで壊れるんですよね。で、それの、一応、整流器代わりにこれになるんです。で、一回入ってこれで、ちゃんと整流させて出しますから、これは壊れるけど、パソコンとかは壊れる。うん、っていうことで、一応、あれにしてもらってるんですけど、うん、これ、ここにはいらない。いや、あった方がいいことはいい。うん、絶対じゃないです。うん、絶対じゃないけど、あった方がいいという、そこまでせないかんっていうことを、まあ、ほらウイルスのことはもう好きにしてたんですけどね、うんうん、例えば壊れても、はい、すぐに業務に支障ないんだったらそんなことも
ことないですよね。まあ、で、俺が使い意見で業務に支障をきたさないですよっていうレベルではないよね。支障をきたすよね。全部がダメだったらダメですね。うん。全部がダメじゃん。それだけとかだったらいいですけど。っていうか、そうだ、バーンってなったときは、それがしてなかったら3つとも全部ダメになりますよね。そうですね。ってことは、しょうがないから、まあ、3つともダメになることはない。ありますけど、100% っていうわけじゃないですね。うん。しなくていい、こっちは。あっちは絶対必要やろうか。あれはいる。あっちはいる、絶対いる。こっちはいい、まあ、つけてなくて。そしたら、これは、整流器代わりに1台置いて3台をしましょうか。うん。ね。ねこれ、だから2個買ってください。うん、で、こっちのやつは私の方で配達しますから。うんうんうん、ね、これやっぱしとってもらえたらよかろうもん。ね。やっぱりそれはこれでいいんですか、うん、うん、どっちでもいいです。パソコンもオフコンも、うん、うん、あの、要は、オフコン、パソコンは、あの、インターネットいっぱい見に行くから、うん、よそから病気もらってくるとか、ね、うん、それで、病気もらってくるからね、うん、まあ、それの方をしてもらってましたけど、うんうん、それプラス、その、まあ、あの、万が一の停電の時のこともしとけば、うん、ね。あの、さっき言われたように、あの、雷の対策にもできます。うん、だから、一応今まで、一回だけですよ。創業30年の間、こっち側の電柱にバーンと落ちた時、うん、あの、停電して、あの、これも、全然、あの頃はまだ、あの、このインターネットの時代じゃなかったから、うん、オフコンがいて、もう、ボンってもうダメになったことありましたけど、そんなに、七分でも印刷してるっていうような、あれ、プリントアウトしてるっていうような時代じゃなかったんで、手書きのところでは時だったからですね、そこまで支障なかったんですけどね。インターネットは光なんで、エンティティからの光の部分は大丈夫なんですよ。で、あとは問題は、このコンセントから取ってる部分なんで、うん、そこだけですね。うん、してた方がいい、うん。あったら大丈夫ですね。はい。というので、一応まあ、その時、うちにまで影響はなかったですけど、うん、一応そこが、うん、に落ちてみたいです、まあ、うん、まあ、予備的にですね、じゃあしておきましょうと、そういうこともあり得るということで。うんうんうん、まあ、それは、こちらの、この辺のやつ、どれでも大丈夫です。で、やっぱりたくさん使う方が増えたんでしょうね。ユーストリームしてるじゃないですか。うん、そしたらもう、途中で、プチッとやっぱ切れてますもん。もう、無線ではなくて、有線にしたにもかかわらず。うん。しょうがないなと思って。ね。もう。NTT が遅いのかな、そしたら。でも途中で、切れてるみたいな。今日は切れてませんけど、たまたま。もう一つはですね、はい、ケーブルテレビ系に変えるかっていうのもあるんですよ。うん、そっちの方がいいんですか？あれは有線で、もうほとんど待機保証がほとんどありますから、うん、NTT はやっぱりユーザーが多いからですね。なるほど。うん、まあ、しばらくなら大丈夫だと思うんですけど、あんましおかしいようだったら、その分もちょっと考えて。じゃあ、費用面はどうなっていくんですか？かかるの？いや、そんなの別に大丈夫かな。変わらない。だから NTT は今どんどん大きくしてるんですよ。はい、ギガとかですね、はいはいはい。もうそうやって。今まで100だったのが今1000とか1万とかずっと増えていくんですけど、他のところは大体もう固定してるんですよね。なかなかそこまで設備投資できない。じゃあそれなら設備投資をやっぱりできる NTT のところをしてた方が良さそうな気はしますけど、ね。けどそれユーザーが多いから、要は分配しますからね。でももう、大体これくらいで、またこれそれ以上に爆発的に増えそうな感じはないんじゃないですか、パソコンに関しては。ただ、うん、こっちの方に関してはあれですよね。増えてますからね、うん。でも、こちらを使うからって言って、関係あるんですか？これも、あれ、ちょっと貸してください。はい、これしておこうかなって言って、あれ。あ、してる。大丈夫か。Wi-Fi だもん。なんか聞いてきたけど入れましたもん。あ、Wi-Fi ね。うん、勝手に。なんか言おうけど、多分、なんか、とりあえず、私が知っとる呪文を入れてみたいな。ただ、なってるでしょ、これ。はい、なってます。どれがなってるっていうの？ほら、レーダーのマークあるでしょ。これが Wi-Fi のマークなんですよ。なるほど。で、これは今、こっちの通信を使ってなくて、会社のやつだから、ここで動画チェックとか何かチェックとか、これ早いんですもん。うちに帰ったら遅いですもん。家のやつはネット入ってませんでした。ネット入ってない。
ヘルメット入ってないし。で、なんか、バーって飛ぶけん、あ、なんかこう、無線はあんま飛びようばって、そう、パスワード知らないからです。予想の人の、予想のところがバンバン入ってます。予想の人で勝手に入るわけか。で、わからんし。わかりました。でもなるべく家で仕事せんべいと思っておけんですね。でも、中での軌道も、なんか10時ぐらいまでなってるんですよ。なんかね、いろいろしよったらね。あの、なんかガチャガチャしよったらね、ここね。そしたら、パソコンは、うん、じゃあちょっと、作ろうって、こういうのどうでしょうか。はい。じゃあちょっともう新しいのになれるように頑張ります。はい、わかりました。はい。なんかね、もう、でもまあ、ボケさせてくれないっていうことで、こういいですよね。新しいものに常にこう、ずっとやっていくっていうね。ですね。いや、でもなんか新聞ではね、こう、ネットとかで買い物する人たちがもうだいぶ増えたと。もうテレビショッピングとか、特に雑誌、あの、ああいうこう、通販雑誌とかのお客さんのはどんどん減ってるとか言うけど、まあ、80代から60代ぐらいの方はもうやっぱりまだそっちの方が多いですね。うん、私がよく読んでるあのブログがあるんですよね。さんの独り言っていうブログがあるんですよ、はい、この人のは面白いですね。あの日本人 の, あのといろんなこととか、うん、万葉集 の, あの、うん、菊のこともずっと言ってあるんですけどね、うん、割と最新記事がシャーッとあったりですね。最近ちょっと感動したのはこれなんですね。あの2つあって、あの清代川立層とすすきの関係、うん、今清代川立層が減ってますよね。そうですね、うん、でその話をですね、うん、この方がずっと書いてあるんですよ。でそれは一つはすすきのどうのこうのとかですね、意外と感動します、この話は。それともう一つが、皇后美智子皇后が、はい、お話しされた話のやつをちょっと読んで、音立場の巫女の話。八乙武の、あ、の独り言の方、はい、ちょっと、これですね、そこの下の方に、音立場の話が、昨日かなんか入ってるんですよね。これちょっと重たいんですよ、この人。母さん、野口さん。ああ、はいはいはい。さっきの、あの、途中に。申し込み行くの後し。私はよくあの使っているのは、もうヨドバシ使っています。はい、まあ、どこで見ますけどね。ヨドバシ早いですよ。ああ、私も頼んでます。すぐ頼んで。うん、次の日。次の日。あまあ、時間にもよるけど。やっぱり福岡から発送してるんでしょ。でしょうね。うん、で、10% ポイントがつくじゃないですか。これ。ああ。だから2回目頼むときにはその前の例えばこれだったら、はあ、あの150円分、はい、うん、そのまま使えるです。1500ポイント、150ポイントですね。1500、だから150円分しますよね。何する人？道具の方が多いですよ。多分多いと思います。これと道具と同じ締め取り組んじゃない？道具？道具っていつ？7日とかでしょ？あれ、道具なの？あれです。
教習会用のはめっちゃあります。ああ、だからそれはもう分けてもらっとったら、あの競売の方は私はご相談します。じゃあ教習会はそっちプレッシャーぐらいでいいですかね。あとなんかボロいやつ。ボロいやつはボソットの中なんかもうカゴに入れとってもらったりする。道具ですよね。はい。ちょっと、まあ、分けて。どうぞ、いくつでも取ってください。
これ届いたら、また電話すればいいですか？あ、ちょっと来月。もう来月でもいいですよ。あの、そっちの方を、あの、先に急いでいただければ、はい、こっちの方はそんなに急がないので。はい。障害？はい。はい。あれ、ひょっとしたらシールが、あ、付いたままになってる。ここでしょ？そうです、そうです。シールみたいなのなんかこう、よく、一番新しい。うん、あれは付きっぱなしじゃないかなと思ったけど。さっき、あの、私パソコンの方をチェックして、テレビ見たら、あの、白いね、あの、気泡がいっぱい付いてるから。これ開けてくるんですね、この近くに。あの、モザイクかけたよ。結構高いですよ。どうなんですか？ちょっと、持ってない。持ってないです。そうだね。はい、わかりました。
ろうかな。石のとこですか？そうです。取れないですか？いや、取れた。え？取れてないですか？あ、大丈夫。何がついてたんですか？そこのね、真珠をつけてる、はい、接着剤が燃えてる。黒の世界だ。もうそれで大丈夫でしょ？分からないでしょ？全然綺麗ですよ。大丈夫です。お店に見えますね。良かったですね。それを取ったんですか？今削って、その針先で。ダイヤだから入らないんですね。ダイヤも大丈夫です。金のところは大丈夫。あんなに変わるもんなんだろう。うん、大丈夫。
しかないんですけど。午前中に来られたお客さんが、バッグの中にレシートが入ってたんですよって言われて、うわぁ、すいませんとか言って謝ってたら、そのバッグを買った時のレシートだったみたいで、高かったんですねとかって話だったから、あ、よかったとか思って。私、てっきりコンビニかなんかの使った感があるレシートが入ってたっていうふうに言われてるのかと思ったら、ポーチショップの、買った時のレシート、金額だけ。そうですね。クレジットとかじゃなくて。ちょっと満足されてました。ああ。定価で買ってるのと片落ちで買ってるので違うかな。うん。5万いくら買って書いてありました。
道の駅小栗って言ったことあります、メロンドームとかあるところですか？とはまた違う。違う。あ、じゃあ行ったことないです。すごかったっす。あ、行かない方がいいっす。寄って損したと思います。あ、それメロンドームでしょ？これ違う。これがその行ったところ。あ、そうなんですか？めっちゃなんかハイテクな感じじゃないですか？うん、でも、ね、1階がこれ狭いんですよ。はい、野菜とかも何もある。普通のお土産屋さんみたいな。その駅のお土産屋さん。残念ですね。ソフトクリームがいっぱい。ソフトクリームはこっち、ここの中じゃなくて、こっちに飲食店があったからずらっと、そっちの。ジャージー牛が美味しいとこですね。期待していたんですよ、ね。よかった、これ良かったですね。全然イメージと違う。建物ありみたいな。メロンドームって行ったことありますけど、すごいでかいですね。うん、なんか昔ですけど行ったことあるかな。なんか最近あの月ごまハニー店にはそのお国の物産が少し売ってて、メロンパン緑色の。あれ売ってたから食べてみたんですけど、あまりにもメロンの香りが強すぎて、子供たちは嫌いでしたね。だって見た目がやっと緑っていうところからダメなんでしょうね、子供は。メロンパン。
はまだ。頑張ってるんです。あ、先生。すすきって感じですか。すすきは、はい。ああ、すすき。大井町があるじゃないですか。はいはい。あそこも行ったら、ちょっとだけ先っちょが黄色くなったわけですね。でもみんながめっちゃ落ちてて。もう落ちてるんですか。めっちゃ臭かったです。そう、臭いですよね。タイヤ踏まないようにしないと。持って帰ったんですよ。で車の中に入れとったんですよ。そうそうそう。学校とかの校庭に1個そういうのがあって、もう踏んで乗ったものはもう大変。靴の裏が。なんでしょうね、あれめっちゃ臭いですよね。大井町がありましたね、そういえば。ここか。競争会に出すノックがある。競争会、うん、いや、ありますよ。はい。それはまだしてないですよ。してないです。そうやったのが、組合の中でちょっといいの出さなきゃいけないっていうときにやってて、で、最後に10点選んだ分が、そこまで良くないよねっていう話になったんですよ。教職を適当に番号だけしてる。14日にして、15日に来て、天井が来てますね。
しゃいませThank you.
忘れとった。間違えてあの温かいの買ったんですね。うん、ぬるいですよ。冷やしとしたいんですけど、昨日入ったんですかね。昨日なんか入れて、あ、でもよかった。色によって形式が違うんですね。そうなん
しました。春町佐々木でございます。はい、そうですよ。はい。はい、少々お待ちくださいませ。あ、メーカーはそちらでしょうか。あ、はい、少々お待ちください。LG のテレビ47型なんですけど、LG ってどうですかね。47型は預かりかな。はい。預かりだったら、ちょっとでかすぎるのが分かりましょう。すいません。あ、もしもし、ちょっとお電話かかりました。LG の47型ですかね。あ、47型でしたら、まずちょっと、うちはちょっと買い取りしかできないんですけど、はい、ちょっと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 、なんかバカバカいい感じがしてますね。確かに47型だと大きいですね。リフトもあるんですよ。LG ってなんかパッとしないイメージがあるんですけど。
いやいや、今まで普通に買ってあるから、ね、もう少し買おう。
Thank you.
ません。入ってね。
Thank you.
色が。じゃないようにして。なるほど。製品やったらこう詳しく書くやつ。はい。人がたまに。だから文字がね。誰と。あ。足つかんぞ。感じとしてはね。両方のある。で、結構器用でね。はい。はい。じゃあ昼夜通で。下がったもんね。はい。今までやばいかもしれない。この前ね。
冷たい。あ、いいです。暑いのが。あ、すいません、これ気がつかなくて。暑い。今日7時まで気がつかなくて。何ですか、そうですか、女の子の。あ、そうですか。俺が入ってすぐ結婚してる。ああ。今日まで、今日まで。もう辞めるんですか。辞めるんですか。産休じゃん。焼肉屋でしょ。博多ですか。天井。博多駅です。何だっけ。チャンピオン。チャンピオン行ってみたい。チャンピオンよね。博多駅の焼肉屋さん。東京の、そこでするらしい。いや、若干荒らさないで。そんなに甘くはない。行ってみたいからどうだったか楽しみください。有名よね、あれね。名前ね。あの、おしゃれな。肉おしゃれ選んでる、うん、美味しいかどうか。肉次第。そうそうそう。熱いの嫌なんですか。あ、いいです。いいですか。わかりましたね、今日。計算上は絶対上がってる。まあ、プラスになってますよね。あれは。で、為替も何千かしか変わらない、うん。どう計算しても。でもなんかさ。そうだね。どう計算しても50円くらい上がらないけど。ああ普通の計算でいけば。ああえってことですか。計算取ってそうです。予定がなくなってくる。ああ上がる予定。来週出します。はい、今ちょっとあのお客さんが立ってらっしゃるんで。
ましたね。後から、これちょっと後から。